はい、マイホームです。お願いします。はい、久々帰ってまいりましたマイホーム、違うな、翔平 TV ホームモンタナスポーツさんです。いつもありがとうございます。久々で、ちょっと全然来れたけど申し訳なかったです、モンタナさん。はい、本日ね、来た理由なんですけども、こちらです。アクティブブームジャパンミット紹介したじゃないですか。ついにね、モンタナさんにグローブが登場しましたよ。これがね、前回翔平 TV で持っていただいたサンプルのキャッチャーミット、まああれ今言っちゃったんですけど、サンプルなんですよね。これが本製品です。ミットと同様動かねえ、やばいです。これが和牛仕様のグローブとなってます。めっちゃ浅くない？浅いし、なんかするか？うん、ぽいぽい。まあ多分片パンは全然違うんだろうけど、まああとは硬いから浅く見えちゃう。まあそれもあるかもしれない。うん、本当に動かないもん。ここはね、ベルトがもう一体化してないんですよね。普通のグローブってここからこう繋がってて、ここで止めるじゃないですか。これは親指も切り離されてる。芯が別々になってるんですか？かなぁ。いや、通ってる芯は一緒なんじゃない？裏が違うだけだと思う。だって普通のグローブもさ、そう、あ、そっか、芯でもここに芯って入ってる、入ってたくない？だってこっちからこう行くんだよ。そうそう、内側に入ってくるから、内側に入ってくるんですよね。だから外側は実際関係ないじゃん。グローブ、はい、ベント分解したことないでしょ、グローブ。ナイス、さすが博士。こういう風に繋がってるから、そうですね、思わずこっちっすよね。裏は関係ないっていうところで、新しくアクティブウームさん、これが正規商品ということで、モンタナさんに機会はあるし、外野もあるし、内野のオールラウンドっぽいちょっと大きめのもあるしということで、今回はモンタナさんで撮影させていただいておりますということです。はい、まあキャッチャーミット同様、特徴としては、まあ、さっきも言った通り和牛、めちゃくちゃ硬い、本当に。で、色が、あれは多分オレンジなのかな、一応オレンジだったんですけど、これはワインブラウンっていうんだ。ワインブラウン、ワインブラウンっていうカラーのグローブで、で、多分ね、すごい見えづらいと思うんですよ、この中。やっぱどうしてもね、ちょっとこれじゃ見えないんで、あれなんですけど、指の、何指のところに入ってるのか、これは。中指、薬指のところに、中に、縫いと接地がバーって入ってるんですよ。で、それで、フィット感のアップだったりとか、動きの防止っていう中での、ズレの防止だったりとか、まあ、あとはそこでしっかりと力が入るっていうような設計をされている。このグローブに関しては大きさとしては大体まあオーソドックスな内野手用っていう感じの大きさではあります。ただ、まあ、さっきも言った通り浅い、それもまあ硬いから多分浅いだけであって、これボックスにしたらしっかりと、閉じそうだなといったような、感じの型をしています。ウェブがこれはネットウェブっていうらしいね、内野用ネットウェブ、ここにまあネットがあって、エッジがついてるので屈曲がすごいしやすい、玉際もしっかりと取れるっていうような、ウェブの作りとなっています。これね、すみません、ちょっと僕アクティブームの人にテロップ入れるときに聞いておきます。ちょっと僕の勉強不足で申し訳ないんですけど、この仕様なんて言うんだっていう、下まで行ってないから、前剣投手モデルの王冠 MK に近いよねっていう、あれを省いたものだよねって、ここにあるからね。あれじゃあなんだこれは。分かんないですよ、そうですね。まあ、もともとあるところはあるんだけど、ないんだよね、ここがね。っていうのがあるので、まあでも本当にね、ここのストレスが多分ないんだろうなっていう。ちょっとまあ、今は硬い段階なし、取ってもないので、はっきりとは、まあ、仕様に関しては言い切れないですけど、現にはめてみて、ここのストレスは一切ないです。硬いグローブなんですけれども、はめた時のストレスっていうのは、本当にマジでないような、グローブとなっています。でね、もう、ラベルがかっこいい。金ベースにブルー系のマークがあって、縁がこれはシルバーかな、 で全部ラメが入っているっていうような感じのラベルですね。すっごいなこれ。ちょっとね、せっかくなんで他のモデルのグローブも見ていこうと思います。はいはい、これが投手用ですね。はい、これはね、手の中もすっごいゆとりがある。で、ちょっと大きめかな、若干、まあ顔は隠れるよね、若干大きめなグローブで、これウェブ見てください。こういうつなぎ合わせがないんですよ、全部紐で通されてる。一時期、デサントの時かなの金子千尋投手がオリックス時代にこういった感じのウェブを使ってたことがありました。ただ見るのは初めてですね、こういうタイプの。これもここから切れてくるっていうのがないんじゃないかな。たまにまあウェブで撮ってて、ウェブのつなぎ目のところから切れてっちゃうっていうのは、まあ、たまーにですけどあるはあるので、それがないのがまあこういうウェブの設計の仕方かなっていう感じがします。で、ここ玉はめになってるんですよね。ヘリ側って言ったらいいのか、ヘリ側の方がいいか、ヘリ側になってるんですよ、ここの
つなぎの部分が。だからそう簡単にボロボロ剥がれていったりとかはしないというようなグローブですね。投手用右トンボカモン、アクティブームのねメーカーロゴって言ったらいいのかな、カモンだから。ステッチがサックスかな、これだからここもサックスなんですよ、縁の部分が。だからそういったところの統一感もあるよっていう感じのグローブです。はい、じゃあ次行きます。お次も内野手用ですね、こちら。はい、こちらも最初の内野手用よりかは手の中の、フィット感っていうのはちょっと緩めかも。ただそれでもフィット感はやっぱ十分ありますっていうグローブで、最初よりより広いかもしれない。ポケットが包み込むようなタイプのポケットしてますね。ウェブが、クロスウェブなんですけども、ここに1本紐が通されてて、で、なんて言うんだろうな、この交互になってるエッジみたいなのが交互にあって、ただ真ん中にねもちろん紐は入っているので、耐久性もありますよといったような感じです。ここにもね切れ込みも入っているので、まあウェブ曲げやすいよっていうところと、ここに補強がされているので、紐補強がされているので、まあここから切れてたりとか、いうのもないですし、耐久性ももちろん、バッチリなグローブとなっています。これも逆閉じかな。だからこれね、読み股ありなのかなしなのかが分かんないんだよね。うん、確かに分かんないし、ね、でも広い広いから多分指またまたあれでも、こっち見た感じだと別に指また分が空いてるわけでもない、本当に丸く包み込むような感じのグローブとなっています。はい、じゃあ次いきます。はい、これ多分片付け済みのグローブです。同じく内野手用の、グローブとなっていて、まあ、同じようにここに紐とエッジがついてて、結局あるんですけど、ここは Y の字になってるんですよね。はいはいはい、おしゃれっすよね、これも。トンボ意識してるのかな。で、ここが広い。だから、ここでも取れるし、ここでも取れる。下にした時にね。ここでも取れるし、ここでも取れるよっていうような、グローブとなっています。まあ、片付け済みだから、これはね、すごい実感が湧く。どういう風になるんだろうなっていう。もっと、まあ、もちろん、片付けとは言っても、方式用グローブで、ガッチガチのグローブなので、まあ、ここまでしか動かないです。正直、片付けをされていても。でも、もう型ができてるから、あ、このグローブってこういう風に成長していくんだなっていうのが、分かりやすいグローブですね。なんでこことここをつけるような型、今は柔らかくなってったら、しているので、どちらかというとショートとか向いてるんじゃない、セカンドとか。そう、セカンドショート、セカンド用、まあ今時のセカンド用って言ったらいいのか、うん、俺がまあほら高校の時なんかもっと小さいセカンド用がメインだったけど、今セカンドの選手も結構大きいグローブ使っているので、そういった点ではこれ結構ね今向きな内野二遊間モデルかなと思います。じゃあ最後のグローブいきましょう。はい、これも片付け済みの外野手用です。はい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 、うん、がっつりよ、めちゃくちゃ深いけどここ長い、深いけど長い、本当だ。で、トンボウェブで全部切り込みと真ん中に紐プラスエッジが入っているようなグローブとなっています。で、このグローブ、まあ、外野用だからつまんですけど、ここの直角がすごいありますよね。まあ、そういう風に多分、片付けもしてるんでしょうけど。っていうような感じのグローブで、一応、小指じゃない仕様。うん、6本指ではない5本指。小指2本ってほら、もう1本小指用にあって、6本指とかもあるけど。そうですね、もう専用のがあるから。これは一応、小指2本で仕様だけど、別にそれ用に設けられてるわけではない。普通に5本指。うん、のグローブとなっています。背面紐同士がクロスで通されているような感じです。もうね、耐久性の塊っていったような感じ。アクティブームさんって本当に革質ももちろんいいから長く使えるし、かといって長く使ってっても中から油が出てきそうな感じの革質をしてます。で、まあ、こういったところで屈曲を出すにもかかわらず、中にこれよく見ると紐が入ってるんですよ、っていうようなところで補強もされてるしっていうので、まあ、1年生の高校生で例えると1年生で買ったら最後まで使えるというレベルのグローブです。まあ、配色もすごいかっこいいしね、おしゃれだし、うん、全部のグローブに言えることなんですけれども、親指の開きがこういう風に開いてるんじゃなくて、最初からもうこういう風に全部のグローブこうじゃない、こう片付けで無理やり親指開かしてるっていうよりかは、本来のグローブとして親指が開いてるから入ってきやすいボールがっていうような、元の多分型紙の設計をしているグローブだなっていうのが、だからストレスなくグローブを閉じることができるというような、全部の内野用もピッチャー用も型をしています。いや、これは素晴らしいね、本当に。
ちょっとね、ぜひ、まあ、これせっかくね、モンタナさんに来れば、片付けサンプルもあるので、皆さん一回はめてみてほしいです。感覚変わります。マジ、本当に。このグローブ、全般的に言えるんですけれども、ちょっと中心が土手寄りかなっていう。こっち。ポケットが中心から土手なんじゃなくて、重心が土手。って言ったらいいのかな。ポケットが別に土手寄りなわけではないです。手首でだから操作しやすいのかなっていう。より。近いのでっていうようなグローブで、ちょっと重厚感はやっぱ感じます。重くはないです、決して。重厚感を感じるような、だからそれもやっぱ手首をにできるだけ、近くに重心を持ってきてるから、そんなに重くは感じないですっていうのも多分考えられて作られてるのかなと、設計されてるのかなというような感じですね。いやー、アクティブイムさんすごいわ、これは本当に。いや、使いたい、ぜひぜひ使いたいですね。てかぜひ使ってもらいたいです。はい、ということで本日はこちらアクティブーム、この前キャッチャーミットは紹介しましたけれども、グローブ商品ということで、新たに、追加されました。なので紹介の方させていただきました。はい、ぜひね、モンタナスポーツさんの、URL とかにも、インスタとかにも載ってるので、そちらの方のチェックもお願いします。概要欄に、モンタナさんの他にもアクティブームさんの、インスタの、URL 貼っておきますので、まあ、ホームページももちろん貼っておくので、そちらの方のチェックもお願いします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。